おはようございます。今日は8月26日月曜日ですね。本日紹介する花は水仙堂です。英名はローズチャンピオン。原産地はヨーロッパ南部。花言葉は私の愛は不変、私の愛は不変は、次々に赤色の花を咲かせ、長い間楽しむことができることにちなむそうです。ちなみにですが、花の名前は赤い花を酔っ払いの顔に見立てていると言われています。また俗名がギリシャ神話のシレーノスにちなんでいるとも言われています。酔っ払いとして抱えることも多い精霊で、捕まえると知恵が授けられるそうです。知恵を得たらあなたは何をしますか？ちなみにミダーソーは植えたものを黄金にする能力を得たそうですよ。それでは今週も頑張りましょう。